横田晋三です。晋三チャンネル、今日のテーマですが、尿崩症という病気に行ってみたいと思います。はい。では、尿崩症というのはどういう病気でしょうかね。尿崩症という病気は、バソプレッシンの合成と作用の障害ということです。まあ何言ってるかわからないと思いますがですね、もうちょっと具体的に言いますとですね、水保持機構が正常に働かずにですね、多尿となる。尿が多くなるわけですね。多尿となる疾患のことを言うと、これを尿崩症というということです。はい。では、今日のテーマです。尿崩症です。ですね。病態もう一回説明しておきますが、通常ですね、腎臓はバソプレッシンの作用でですね、尿が再吸収されるわけですね。水分が再吸収されますが、バソプレッシンの作用、合成と作用が低下してですね、水は再吸収されないということで、多尿となると、尿が増えるというのが病態ということです。そして、糖尿病の浸透圧利尿とは違って、通常浸透圧は低下するということです。尿崩症の場合は低下するということです。はい、次行ってみましょう。ではですね、尿崩症の分類ですね、どういうタイプに分類されているかということを言っていきますが、まあ、医学者だけが知っていればいい話ですがですね、どういうものがあるかということですが、まず、バソプレッシンの作用不全を起こしているのが、この尿崩症ですがですね、バソプレッシンというのは、脳のですね、視床下部ですね、で、産出されてですね、下垂体後葉ですね、から分泌されるわけですね。で、分泌自体が、要するに分泌されなくなっているパターンと、分泌はされるが、バソプレッシンは分泌されるが、受ける方の腎臓の受容体ですね、の方に問題があって、腎臓の方に問題があって、作用不全を起こしている場合、この2タイプということになります。要するに下垂体の方に問題があるか、腎臓の方に問題があるかということです。で、前者の方をですね、中枢性尿崩症と言います。で、後者の方ですね、腎臓の方に問題がある場合を腎性尿崩症と言います。はい、次行ってみましょう。尿崩症の原因ですね。一般的にどう言われているか。YouTube 上でもですね、ここまでは言うわけですね。専門家の方、YouTube 上でもお医者様と言われる方がこれを言っていると。じゃあどういうのが原因かということを一般的なやつを言いますよ。中枢性の尿崩症が上、腎性の尿崩症が下ということですが、まず中枢性ですね。中枢性は下垂体とか、視床下部とかですね。そこの炎症だったり、外傷だったり、癌だったり、それから遺伝性のものもあると。まあ大体この4つがあると。で、その内容がまあ下の方にも真ん中の方にも書いてますが、要するに癌とか腫瘍とか、肉芽腫とか、サルコイドーシスとか、外傷とか、そういうものということです。中枢性の尿崩症の原因はこういうものと。視床下部、下垂体後葉の炎症、外傷、腫瘍と、それから遺伝性のものということです。そして下の方が腎性の尿崩症ですね。腎性の尿崩症は何が一般的な原因と言われているかというと、腎炎とか、電解質代謝異常とか、それからもう一つが遺伝性のものと、こういうものが原因で起こってるんですよと言われてるんですが、ここで一つ大きな原因が抜けてると。ここまではですね、お医者様と言われる YouTube 上でも専門家と言われる方はここまでは言うんですが、もう一つ大事な原因が抜けているということです。はい、次行ってみましょう。ここからはですね、中枢性の尿崩症ではなくて、腎性の尿崩症の方に絞っていきますがですね、腎性の尿崩症、通常原因はですね、腎炎とか、電解質異常とか、遺伝子の異常ですね、家族性のものとか、そういうものが原因ですよと言われてますが、それだけではないということです。腎性の尿崩症、何が起こすかというと、4番目は医薬品が起こすと、多くの医薬品が起こしますよということです。はい。その多くがですね、尿細管の間質性疾患ですね。改正陣営の動画とか上げてますから、そちらの動画を見られると、原因がわかると思いますが、薬ですけどね、尿細管間質性疾患とか、他の薬剤ですね、それがですね、腎臓の髄質とか、ネフロンとかを障害してですね、バソプレッシンがもう反応しなくなると、受容体がやられるわけですね。そしてバソプレッシンはもう反応しないというような状況になるということで、多くの薬剤ということで、下の方に薬剤の一覧が載ってますが、これはまた後で薬剤の一覧詳しく見ていきますので、多くの薬剤が起こすということは、YouTube 上のですね、プロのですね、専門家と称される方はですね、この薬剤のとこだけはなぜか言わないということです。はい、次行ってみましょう。尿崩症ですね。腎性尿崩症というのは、尿の量がですね、1日3リッター以上になってですね、喉が渇いて退院ですね、水を飲むというような病気ということです。さっきも言いましたが、で、通常ですね、なんで起こってるかというと、慢性の腎盂腎炎とかですね、尿細管間質性疾患とか、そういうようなもの、それから遺伝性のものが一部、そういうようなもので起こってますよと言ってますが、実はですね、医薬品がたくさん起こしているということです。はい。で、どういう医薬品があるかということはここに書いてますが、まず、双極性障害の治療薬、躁状態の躁病の治療薬ですね、が1つ、それからですね、HIV ですね、エイズの治療薬です、それから抗リウマチ薬ですね、膠原病の治療薬ですね、それから抗ウイルス薬や抗菌薬、こういうものが腎性の尿崩症を起こします。はい、次行ってみましょう。ですね、医薬品を使ってどのぐらいで腎性尿崩症になるかということですが、まずですね、薬を使って数日ぐらいから1年、このぐらいのスパンでなります。はい。分かりませんよね、このぐらいの長いスパンだと。で、たちの悪いことにですね、さらに数年経ってから腎性尿崩症になることもありますよということで、このぐらい長い期間になると、もうほとんど薬を使ってなってるのかどうなのかということは、もう個人では判断ができないだろうと思います。はい、次行ってみましょう。推定原因医薬品を言っておきますがですね、腎性尿崩症を起こす薬として知られているもの、有名なものですね、言っておきますが、まず双極性障害の薬、躁病の薬ですね、炭酸リチウム、これが一番有名ですよということです。それからですね、抗リウマチ薬、膠原病の薬ですね、ロベンザリット2ナトリウムというやつです。それから HIV、エイズの治療薬ですね、テノホビルというやつですね、とかですね、抗菌薬のイミペネムとかですね、それから、抗ウイルス薬ですね、ホスカルネットナトリウムというやつですね、こういうようなものが起こすことがよく知られている薬ということなんですが、下の方に何て書いてるかというとですね、これ以外にもたくさん、報告されている薬があるということでですね、ご自分の使われている薬は添付文書を見られた方がいいということです。はい、次行ってみましょう。では、医薬添付文書を見ておきます。3枚見ておきます。まず1枚目です。チエペネムという薬です。イミペネムと言った方がいいでしょうか。何のジャンルの薬かと言いますと、カルバペネム系の抗生物質です。はい、抗菌薬、抗生物質です。はい。では、大事なとこだけ言っていきますが、添付文書どういうふうに載ってるかということですが、急性腎障害、尿崩症と、尿崩症という書き方で載っています。この添付文書はそういう書き方をしています。はい。重篤な腎障害が現れることがあるので、定期的な検査を実施してくださいというようなことが、こういうふうに書かれてあるわけです。はい。次行ってみましょう。では2枚目の添付文書です。カルフェニールという薬です。何の薬かということですが、ロベンザリット2ナトリウムというやつです。何のジャンルの薬かというと、抗リウマチ薬ですね。リウマチの薬です。膠原病の薬ということです。で、大事なところを言っていきますが、どういうふうに書かれているかということですが、腎臓の副作用ですね、下ですね、急性腎不全、それから間質性腎炎。間質性腎炎も出ますよと書かれてあって、その後、腎性尿崩症ということはこういうふうに書かれてあるわけです。で、症状が現れた場合には、適切な処置を行うことと、投与を中止して適切な処置を行ってくださいという、こういうふうに書かれてあるわけです。はい、次行ってみましょう。最後ですが、3枚目の医薬添付文書です。リーマスという薬です。炭酸リチウムです。何の薬かということですが、双極性障害、双病の治療薬、精神系の薬ということです。それで最初に言っておきますが、腎性尿崩症を一番起こす力を持っているのがこの薬、有名な薬ということです。圧倒的にこの薬ということです。で、添付文書大事なとこ見ておきますが、何て載ってるかということですが、もうそのままですが、腎性尿崩症と。腎性尿崩症が現れることがあるのでですね、退院とか多尿ですね、の症状が現れた場合には、投与中止して適切な処置を行ってくださいというふうに、こういうふうに書かれてあるわけです。そしてですね、ついでですが、その下何て書かれているかというと、急性腎障害、間質性腎炎、ネフロゼ症候群と、これも全部腎臓の病気ですよ。これも出ますよと書かれていると。まあ、それから関係ないですがですね、甲状腺の病気ですね、橋本病ですね、甲状腺機能低下症も出ますよとか、その下、副甲状腺機能ですね、2以上も出ますよと、まあ、様々書かれてあるわけです。はい。最後ですがですね、こういうふうにですね、尿崩症ですね、尿崩症は他の病気とかでも起こりますがですね、腎炎とかそういうようなものでも起こるわけですが、YouTube 上でですね、専門の医師という方がですね、この薬のことはもうほとんど言いません。ほとんどというか全く言いません。なぜなのかは、まあ、ご自分の頭で皆さんが考えていただければと思いますが、最後にもう一つ付け加えて言っておきますと、この添付文書にもあるようにですね、薬というのはですね、病気を治すものではなく、発病するきっかけを作るものです。はい。病気を治しているという薬はほとんどありません。まあ、抗生物質というのが、まあ、菌を殺すということで、原因を直接叩いてますが、それ以外の薬というのはですね、症状をごまかしているだけで、治しているものではないと、完治させるものではないと、対症療法で使っているだけということです。そして、表ではですね、治しているようなふりをして、実は裏はですね、こういうふうに発病するきっかけを作っているのが薬ということです。はい、最後ですが、今回は尿崩症についてお送りしました。ありがとうございました。